ございました。まずはグーをお願いします。グー、あれがグー、グー、かわいいな。では続きましてパーを、あ、なかなかわかる。では次はチョキを。インターネット局と申します。はい、今長野県は真城駅前に来ております。はいはい、今素晴らしいその人形劇、糸で操ってるんですかね。これは、はい、これ手作り感がすごくあるんですけども、はいはい、すいません、グループのお名前ご紹介お願いします。はい、ジャイアントステップスと言います。ジャイアントステップス、ジャイアント大きな一歩みたいな感じで、ジャイアントステップス、人形も大きい のなんで、まあジャイアントステップス、小さい人形から大きい人形まで、はい、奇妙な人形で、はい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 、骸骨とかカッパとか、もののけが多いですね。もののけって言うんですね。はい、そうですね。骨って書いてありますね。そうですね。そしてこちらはカッパ。こっちはカッパです。なんか作品的に見て、
目のところなんかそっくりだよな。はい、自分で作ったので。なるほど、はい、すみません、お名前ご紹介いただけます。ギリヤッコ A という名前で活動しています。なんか真っ白ともかなり縁があったっていう。そうです、パワースポットっていうイベントに、はい、あの何回か呼んでいただいて、はいはい、その縁で今回も呼んでいただきました。なるほどなるほど、はい。まあ、もしかしたらこの駅舎がどうなるのかっていう、まあ、不安があるみたいなんですけども。だけどこの駅舎のために、はい、今回のために、はいはいはい、この松代のお化け機関車を作ったので、おいおいおい、毎回行きたいですね。松代です、今回のために作りました。なるほど、素晴らしい。あの操り人形たちが乗ってこの駅に、あの昔の駅にやってきて、はい、あの遊ぶっていう設定で初めやったんです。なんか乗ってきましたよね。そうです、はい、なんでいつまでも会ってほしいなって思います。なんかその大きな糸釣り人形ってですか、あ、これですか。よく見るとその、はい、身近にあるものでできてるんですよね。ペットボトルと発泡スチロールで廃材を使って作るっていう、あのほかられるものがまた命を吹き返すっていう、こういう風でっていうことで、みんなそこにあるのもみんな発泡スチロールで作ってるんです、はいはいはい。もう初めて見ました、こういうの。あ、こういうの。これも全然なんか子供の頃ちょっと懐かしいような、そんなイメージがあるんですけども。はい、これもまあもうなんか作ってて楽しいものをやってるっていうか、うんうん、そうです。なるほど、はい。まあ、まあ縁あって真下に来られたわけですけども、はい、まあ今後続けばいいですね。いいですね、続いてほしいです。とても、まあ、こういった劇団グループっていうんですか、はい、まあ、今後どんな風にやっていこうと思ってるんでしょうか。子どもとか、はい、さっきお年寄りの方もすごい喜んでくれたので、みんながなんかなんだこれみたいな、なんか心がふわって湧き立つようなことをしていきたいです。なるほど、はい、ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、お疲れ様です、はい、さようなら。はい、こんにちは、長野インターネットオースロックと申します。自己紹介お願いします。はい、水上山パワースポットというイベントをやらせていただいてます、青木めぐみと申します。今回はあの実行委員会の中の一応代表をやらせていただいてます。今日大きなイベントがありました、その辺についてご紹介いただけますでしょうか。あ、はい、松代駅が6月10日で、はい、100年を迎えたということで、あのそのお祝いの会をみんなで盛り上げ、お祭りで盛り上げたいなと思って開催しました。なるほど、まあ、その、まあ、100周年ですか、はい、の記念する日ということなんですけども、まあ、すでにもう電車はもう通っていないわけなんですけども、はい、まあ、いろんな問題があるってお聞きしたんですけども、その辺どうでしょうか。いろんな問題っていうのはどういうところが問題かはちょっと私もあのはっきりは私の口からわからないので言えないんですけど、まあ、残したいなと思いはあるんですけど、ちょっとなかなか存続があのできないっていうことを町の方では決断されたってことで、あ、まあ、そういった、まあ、世の中の時代といいますかがあるので、まあ、これを起点して、まあ、あるうちにあるを尽くして、はい、ということなんでしょうか。まあ、ここにこだわらずいろんなところでこういったにぎやかしのイベントできればいいなとは思ってますけど、駅舎がやっぱりロケーションとしては可愛いので、ぜひ使っ あるうちは使えれば嬉しいなと思ってここで、はい、壊さないでずっと保存したいっていうんであれば綺麗にしましょうなんていうお話もありましたけど、っていうよりは去年、うん、あの私たちがやらせていただいた同様のイベントは、はい、駅舎がちょっと、ね、あのもしかしたら存続難しいっていうお話を聞いたので、はいはいはい、あのそれをかんもうちょっとみんなで一緒に考えて結論を決めていきたいっていうことを、意見を集めたいなっていう思いもあって、ちょっと駅舎に注目を集めて、そういう、ね、話も どういうものなのか自分たちも勉強しながら駅舎でイベントさせていただいてたんですけども、すごく価値があって魅力もあってっていうところはあったんですけど、まあ、そういったものを踏まえてでも住民自治協議会の方にも意見書として正式な文書も出してます、はいはいはい、けどその回答もいただいて、まあ、もうすでに話が進んでいく中でちょっとまたそういったものをすることできないとか、あと市の方にその後正式に
駅舎の方は町でも保存はしていくことはないですっていうことを回答を出してしまっているので、そうですね、なんでまあ町としての回答はもうしてるっていう、はい、結論になってるはずです。そこまでしかわからないです。じゃあ、まあ、希望通り行くかどうか際どいところですね。なあ、もうでも一応もういらないって、町もいらない、市もいらないっていうふうにはなってるので、このまま行けばおそらくそうなくなってしまう可能性が高いっては聞いてますけど、産業の発展のね、なんかあのツールとして電車も使ってたものだし、ね、最初時代の大事な建物っていう意味ではできれば残したいなっていう気持ちは個人的にはありますけど、ただこの活動があの残すための活動だと思われちゃうとちょっとおかしくなってきちゃうんですよ。やっぱり街の中で意見割れてきちゃって喧嘩してるみたいになっちゃうのは嫌なので、報道の方もちょっと気をつけていただきたくて、あのどっちでも来ていただいてもいいし、どっちも一緒にやってるっていうものを目指したいので、できれば存続存続しないのところをピックしないでほしいんです。どっちでも来てほしい、それが私の今回の思いです。大変たくさんの人たちが集まっていただいてすごいなと思ったんですけど、はい、結構宣伝とか準備大変だったんじゃないでしょうか。あ、宣伝は報道の方していただいたおかげなのか、はい、そんなに私たちが何かしたってことはそこまでないですね。 SNS をちょっとやったぐらいで。なるほど、ぜひ、まあ、希望に向かって頑張っていただきたいと思います。あ、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。